はい、皆さんこんにちは。りなです。中です。 LT ブログです。おはようございます。以上、さよなら。まだ半分寝てるね。そうだよ。やば、まだ朝早いよ。私たちは今日5時に起きてウィンタースポーツに向かってます。シーズンインしましたね、とうとう。私はスキー、タカはスノーボード。名古屋から一番近いスキーのゲレンデは岐阜県でしょ。そう。ちなみに去年スキーに行ったみたいな動画を撮ってた。あ、撮ったじゃん。私はその時にスキーのレンタルをして、今年は全部買うことになりました。冬スポに行って、そこで安く。そうだね、まあ、安くはないけど。いや、でもトータル10万以上したところでしょ。そう、安くはないよ。全然安くない。到着しました。着きました。着替えましょう。何時今？7時40分ぐらい。ああ、早いね。準備できましたか？まだ全然遅いですね。いつも俺を焦らせてるのにね。そう、全然早くない。泥棒みたいになってますよ。準備できましたか？やっと準備できたと思うよ。もう寒くなってきたよ、高広。もう帰りましょう。温泉に入りましょう。ゴンドラを並んでる。おい、この下で何をやってるの？準備運動。それは今やっても何も変わらないと思うよ。運動不足マン。ちなみに何時から？8時半。あ、そういうこと。あと5分でゴンドラオープン。新しく買ったギアはどうですか？2回滑ったけどめちゃくちゃいい。おい、なんで止まってる？バイバイ。うまく滑れてると思うよ。いつもレンタルの時よりうまい気がする。いや、これは板がいいからね。ジャンプして、おお、かっこいい。さっきもここで座ってた気がするよ。坂がコースの半分ぐらいでいつも諦めてる。運動不足。いや、本当に 100% 運動不足だよ。クラッシュしました。何をやってるの？というわけで、さよなら。まだ11時じゃないのに、タカがもうずっと疲れた疲れた、太ももが痛い、うーんと言ってるから体力の限界にしました。ちょっと早めの広きゅうけ。
何食べようかね、楽しみだ。私バーガー食べたい、バーガーを食べたい。さっきからゴンドラでバーガー、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 ほんとうるさいよ。めっちゃ美味しそうなバーガーいくつかあるよ。これ一番高いやつにしようかなと思って。お金持ちになりましたね。あ、他のご飯がずっと前に来たけど、私のバーガー全然来ない。タイプ？おー、うまそう。高山ラーメンと言いつつ普通の醤油ラーメン。高山ラーメンは普通の醤油ラーメン。まあそうなの。じゃあ、合ってた。ポテト美味しいよ。塩めっちゃ効いてる。本当だ、うまっ。うん。眠たくなってきたよ。俺も1時間ぐらい休憩したらもう眠たくなってきた。やる気がない。リフト2人きりになりました。今1時ぐらい、普通はそれぐらいの時間になると私はやる気がなくなる。今年は私はやる気パンパンで、タカがなんかやる気がない。ちょやる気は、気持ちはあるけど体が答えてくれない。そう、なんでかわかる？太ったからデブ。あと4回ぐらい、あと3回か4回ぐらい滑ったら宿に直行だね。はい、ということでラスト1本でございます。はい、ラストです。レナを追いかけてこうずっと撮ってるから足がパンパンですよ。というわけでさよなら。さよなららしい。でも今から宿に向かって、そこでお風呂に入って、美味しい夜ご飯を食べて、ちょっと仕事をして、今日はダンだね。そう。というわけで今日のお宿ゴロヘイに着きました。可愛いよ、見てこれ。そうだよ。チャチャン。辛い。荷物が多すぎる。というわけで。お部屋2階なんですけど、お部屋ここです。だから色ご飯タイムだよ、こう。ドアが開かない。あ、下持つだけ。あ、うん。めっちゃいい匂いする。やっぱ。超いい匂いする。これだね。これだよ。これなんて言ってたっけ？なんかのお魚だけど。うん、なんかの刺身。色が面白い。オレンジ。いただきまーす。いただきます。ご飯もうまそう。もう腹ペコだよ。うん。うまっ。うん。もう一品ずつめっちゃうまい。さっそく今ご飯の香りもありました。まだめっちゃ寝かせてる。腹ペコだよ。マジで。でしょうね。うん、ちょっとピリ辛で美味しい。ちなみにキノコの天ぷらもなんかまたなんか来ました。もう何も来ないかなと思った。うまっ。うまっ。うまっ。いや、うますぎて食べ過ぎました。結局ご飯 4,5 杯食べたからね。うん、もう何も入りません。ゴロヘイおすすめだね。もう足が筋肉痛ですよ。もう、はい、もうベッドが先に作ったのが頭良かったね。そうだ、それ横椅子。私のベッドに入るな。こっちはこっち。はい。こっちだから。おい、出るよ。
けてる。はい、ということで、タカがも寝る。なので、この動画が楽しかったなら、いいねボタン。では、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。